何公式サイト、そんな本当にあんのか。そもそも著作権侵害とかならん、それって大丈夫な。株式会社キスケで検索だ。へえって。企業情報。事業一覧。パチンコパオ。別にないんだが、そんなの。むしろ宣伝や。キット。ボルダリングもできます。東京支店とかあるんだ。店内バーチャルツアー。パチンコパオ。バーチャルツアお。エントランス、ちょっと入ってみます、これ。で、漫画コーナー。あ、出た。俺の10分前の音楽。まさに俺が言おった通り、キスケ。もっとあの空いた後の恋や。これ10分間聞かされるんど。洗脳ですわ。こんなんつれえわ、なるわ。キスケスーパーキスケパン。そうそう、うるさい。まだ来るぞ。こんなもんじゃないけんの。カウンター正面。あ、俺の置き時コーナー行こうかな。お前これ一生これなんじゃないんか。俺の置き時コーナーに行きたい。進めんのやけど、これスロット中央通路。あ、行った行った。来るか？来た！来たぞ。これ開いた後の俺が言おったやつが来るぞ。てててててててん。開いた瞬間ぐらいか。鼓動が。おう。スーパーキスケパオ。出た。スーパーキスケパオ。スーパーキスケパオ。キスケスーパーキスケパオ。スーパーキスケ。スーパー。
おっ、いかん、切れた。バカあっからやのに、お、来た。キスケ、キスケ、もっとやばなるけんの、こっからさらにてて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 てがイラつく。まだ上がある、ある。おじさん流れてる中、おっきくそうや900回転跳ねるんだ。置き時コーナーに行かしてくれや、俺を。なんかちょっと違うな。これが天のボス。トイレ前。ああ、クソハゲラーコーナーがあるわ。俺も。喫煙所。喫煙所から出て。来たか？これか？キスケー！いかんな。俺のあれがないな。もっと来るんやけどな。リピートか？いかんな、これ。本物が来んわ。これ以上の上あるんやって。ピッピン、いかんの、もうこれリピートか。この先は君の目で確かめてくれ。いかんな、もうあれやな、現場で聞くしかないわ。これは完全体ではございません。うっつつです。いや来るか、手っ取りボイス。移動しとった方がええんか、これ。トイレ前と喫煙所を行き来しよるか。なんでこんな投げんだよ。いや、これもうループやで、多分。微妙に変わっとる？ループはしてない。どんだけ、でも全然、え？来たか？バジリスク、絆。いや、こんなもんじゃないんやけどな。キスケー！頭おかしくなるわ。
いやもうこれないわ。いや、やっぱ最初の方がな、ええんよな、この。最初の、女バージョンが。いや、俺が戻したもん。ないけこれ10分間の要因。俺が言おった通りやんけ。やっぱり。やめろやめろ、これなんだこれ。これのランション。え？大確保権置いて、コイン借りよる。どういう時流れるの？これはやけん。開店するまでの最初に45分ぐらいに入れるんよ、もう。店にな。そん時はこれなんよ。で、相手からは、あの、男の声に変わるわけよ。また聞きたくなる。自分の、あの、スマホで聞いてくれ。誰も笑わんの。え、みんな死んだ魚の目しとる。いや、まだ輝いとるかな。10分前は。相手からはもうみんな死んだ魚の目を。こんなに聞いてたら笑う。いや、でもこれは毎日流れるわけじゃないんだ。8の日だけに流れるんだ、これは。8、18、28っていう。ね。それは、俺らも、ね、戦闘民族やけん、高揚するやろ。そんなん流されたら。ああ、やばい、今日勝つわって。で、負けると。激アツソングな。そう。月に3日しかない。激アツソングよ。勝つって思う。当然思って言っとる、こっちは。ああ、今日は出そうだって。で、2時間後ぐらいに、ゲロ吐き寄ったっていうやつですね。アイホはエウレカの曲ばっか流れてる。それはね、今一番グルービーな曲でしょ、エウレカは。ガイアにはない。ガイア自体がないわ。もうもう終わりよ、おしまいよ。業界3位の店が潰れるんやけん、もう終了でしょ、こんなの。未来はね、いや、未来はある！エウレカで。そう。それですわ。やけん、みんなも打とう。オキドキゴールドとエウレカで稼ごうや。エリオスとか曲あるん？あっこはな、なんかな、無駄に変なアニメの曲ばっかかけよるわ。あいや、ガラガラだった。こう設定入れるのに本部に稟議書提出しなきゃいけないらしい。それは潰れるわ、そんな店。そもそも行ったことないな、俺、ガイアとか。ないもんな。どの辺にあったん、あれ。東京とか。大阪とか。名古屋。ああ。名古屋はあれやろ。ゼントやろ。ゼントか、コンコルド。そっち系が幅を利かしとるんじゃないんか。キングキャッスル。たまにパチンコ打ちに行ってた。コンコールドクソ多い。いや、だってよ、置き時が80台とか100台あるんやで、1店舗に。
どうやったら負けるんやろって思うわ俺。俺多分名古屋に生受け取ったら勝ちようになっとったかもしれん。もったいないことした。生まれた時代が悪かったんや。場所と。本当だったら、いや勝ってたな、おそらく。花線とかなっとったやろな、世が世なら。土平日でも稼働いいし、だいたい花に高設定が入る時点でな、ええよな。だってバカみたいにな、ジャグラーだけはあるよな、こっちって。もう文化が違うよな。ハゲは80代とかあるんやで、こっち。でも逆に愛知行ったらハゲなんか10代もないけんな、花ばっかで。この違いよな、やっぱ何も分かってない。四国ってほんとクソ地域よね。高齢者多いから、田舎は。ゴーゴーランプでも光らしとけよお前らはって言いたいんすか。殴る置き時が多い地域なんかほぼないって。いや愛知は置き時の方が多いよ、どう考えても。ジャグラー5台とかやったけんな俺昔行った時。ツインドラゴンハナハナとかゴリゴリあったのに。ジャグなんかいらないんですよ。まあ打つけどな、ジャグしかないけんこっちは。しょうがなく光らしてるんやで俺本当は。不本意にあのゴーゴーランプをしたなって思いながら。ピエロとか揃ったら撮影しかわかんし。チョークするわけでもなし、みんなのジャグラーは良かった。なんで嘘つくんですか。いやー今度ジャグラー置いてくばっかだろ。いやけん沖縄と愛知は違うって言ってんのよ。恵まれてる君たちは本当に。いい地域でやらさせてもらってるんだぞ、そこを忘れるなよ。こっちが苦しい中オキドキゴールドで戦いよるけど、我らはぬるま湯でやりよんじゃ。神スター愛なんかもうとうにないなったわ。もうエウレカ愛しかないで、こっからは。じゃあ引っ越しだハゲって。うるせえハゲだなって、ぐさぐさ言葉。むごいむごい。まず来てもろて。くじ回転の時点で恵まれとる。確かにな、東京とか行った時に10時とか空き夜見よったらな、なんかもうイライラしょった俺。ああほんとやったら1時間早く打てとんのんなって。パオ、スーパーキスケパオじゃねえよ、ほんと。もう騙されんぞ俺は、絶対にだって。キスケ行かなきゃ。お前らもう完全にあれやん、なんか洗脳されとるやん、あの一回だけで。なかなかぬるいな。それ現場来たら一瞬で虜やで、お前ら。あんな音楽だけでそんなになっとったら、こっちは音と光も入り混じりで暗い夜けんの、それを。歌でクソ笑った。
でもあっとったやろ、最初のあの女バージョンのは俺が言おった通りの感じやったろうが。スーパーキスケパオ、スーパーキスケパオ、スーパーキスケ、スーパーキスケパオ。聞かせてくれやんって、聞けって自分で 株式会社行けって。愛媛行かなきゃって。もうこんなに聞きたい、なんでな。もっと続けて聞いてたら、ならんて、あの、てて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 てのスーパーキスケって、スーパーキスケパオって俺も聞きたかった。あ、ちょ残ってた。カメラが映っとる。 うどん屋だーって。パチンココーナーとかいけるんかな。あ、いけるし。 ちょっとパチンコの方行ってみます。遊戯スペース。おお、これは花系ですね。花系と、おお、なんだこれ、ヤマト。古いヤマトがある。これ相当古いぞ。これ置き時ない頃やないんか、これ。こんなお前オンリーワンじゃねえか、お前、あの、初代の。リュウとか。レスラーじゃない方。おお、カウンターもこれ。見てみ。自転車とか置いとるぞ。あったあった、こんな窓マギのなんか変なんとか、ポテロングとか。ディスクアップ。お酒も置いてますね。赤霧島。相当ノリノリになっとるやん。声が悪い。キスケキスケパオ、スーパーキスケパオ、キスケスーパーキスケパオ、スーパーキスケパオ、キスケスーパーキスケパオ。待って、これお前傷物語とかあるんやで。相当古いでこれ。蒼天の剣やろ。この北斗があったとこがモンハンの、玉のモンハン？サラリーマン金太郎。やば。そしてあれである。サマイス管理の北斗がある。友。友がある角に。これ相当古いわ。今と違うっていうか、これ置き時なんか絶対ないわ。マロカもありますね。ウィンちゃんとかおるし。あ、違う、クレアやな、これ。はあ。サラリーマン鏡。スーパーキスケパオ、スーパーキスケパオ、スーパーキスケパオ。エウレカ2がある。やばい。あの、何やった、
あの7回ベル取るやつ、俺懐かしい、俺これ相当好きやった。キスケー、あ、エアリアルラッシュのやつ懐かしい。じゃあこれ多分な、古いバージョンなんよこれ。今最新バージョンが俺が言いよる、あのテッテッテッテのやつなんやろおそらく。あ、もういいわ。なんでこんなん聞いてんだよ。さらに進化したんか、多分な。録音してきて、まあ8の日に休みがあったら撮ってきてやらないじゃん。俺のあの最高にぶち上がるスーパーキスケパーを。ただ最初の女のは変わってない、今も。赤いの花もあるぐらい。いや分からん、もうエウレカ2なんか相当古いぞ。なんかそれだけのためにちょっと来てみてもいいんじゃない都心の人は聞きたいって言うんなら、八の日に合わせて旅行どうですか、愛媛県にぶち上がるで、抽選から頑張ってな。いやそれはちょっと、いややれって。その10分間に魂を燃やせって。あそこでクールダウンして、あの回転したと同時に男に切り替わる、これだ。で疲れたら、あの横にあのキスケの湯っていうあの温泉施設があるけん、そこでね、あのゆっくり風呂に入るってこともできますよ。でクールダウンシステムでその辺で寝よってもええし、ね、貴重品は預け取ってな。結構おるよ、あのカバネ化したやつとかは温泉行ってきますって一気寄ったこともあったよ。俺は一回も行ったことないけどな、一生打つからな俺は。俺に耐えるはないからな。キスケは愛媛の王。で腹が減ったら亀屋か尾形っていうラーメンが食えるんで、でもう本当にもうギャンブルに疲れたっていうんやったらゲーセンもありますって、ボルダリングもできます、ね、複合商業施設ですからボーリングもできますよって、スポーツで汗を流したい方にもって、フィットネスクラブも入ってます、総合エンターテインメント施設。最高じゃんって。でもそのラーメン屋とかはあの駐車券あるやろ、それ押すやつあるんやけど、それは1時間しか無料にならんのやけど、パチンコ店のスーパーキスケパオさんに行って押したら8時間無料になるんで、まあボーリングするなりあれでもパチンコ屋にちょっと寄ってガシャンってやった方が得です。もう回しもんですやん。しかも8の日やったらあの音楽が聴けると、ちょっとしたラッキーに遭遇できるかも。でもみんないかんのやろな。まあパオ以外で行ったことは俺ほぼないな。ボーリングに行ったことあるぐらいかな。 あと麻雀もあるわ、あの雀荘もあります、ジャオっていう。来た。あとマックもあるわ、マックも入ってます。朝しか女のキスケパワー危険の、朝しか危険あるわ、しかも10分間限定のプレミアソングになっております。
調べたらめっちゃ健全な企業でくさ。いや、パオは俺有料店やと思うよ、マジで。なんだかんだボコられとるけど。昔からな。ただな、いかんせん、遠いんよ。遠いし、駐車場がめんどくさい。立中でかすぎるし、8時間超えたら金かかるし、最高俺2000何円払ったことあるけんな。駐車場代。一日中ちよって。押してなお2000何ぼっていう。えぐいがこれって。しかも負けとった、その日は。ああ、押すの忘れとったって思ったらこれである。それで出たり入ったりしてたの。そう。そういうこと。星号ついてた。そりゃあそうよって。ゲーセンで遊びって。飯を食い、温泉に入りって。源泉やで。ボーリングをしてって。汗をかいた後は、ね、パチスロで汗かこうやって。ええ、稼ごうや。最終的にはそこに行き着くんよ。逆に何がないのか知りたい。ねえ、満喫も入っとるで、そういや。2階には。そこで寝て、スーパーキスケパフォの朝一攻めるっていう勢もおるけん。来た!価値格!宿泊プランもあるけん。はい、どうよ、これ。もう完全に価値格やろ。うわーって一回ぐらい連戦してるやつもいる。もう完結よ。キスケすごい、俺すごいって。誰か取ってきてくれや、もう。逆に。なんで俺が取らないかんの。それってもう負ける前提ですよね。それ取りに行くってことは。それも辛いやん。買っとったら流したらわっしょい祭りになるけど、5万円で BGM だけ取ってきましたって言ったらもうこんなん笑い話にもならんで。松山駅近い。ああ、まあ、駅前パオっていうけん。スーパーキスケパオっていうより、現地民は駅前パオっていうけん。あっこは。パーを流しながら紙芝居勝てばいい。どんぐらいの尺で取ってきたらええん。逆にどんぐらい取れるんっていうか、これスマホで動画って。フルって何分あるフルコーラスでも空いとるけん、みんながボコボコ回しよる中、俺だけ動画回しよらないかんのやろ。それもまたちょっと辛いな。打ちながら撮りよって、スマホ置いとって。マックスベッドのとこら辺に。もしかしたら光るとこが撮れるかも。音が被る。でも周りも落ちようんやけん。聞こえんかもよ。チカチカチカって。さらに上があるのか。なんていうかな、もうバックの音だけよ。あのおっさんの声は多分一緒かも。ただテンポがやばいっていう。ライブ音源。くそ。悔しい、悔しい。辛いわ。休みがないんよな、そもそも。死に行きたいのに、俺は。いい声、おっさんいい声。
もう聞きたくなったんか、ん？くださいって言えや。年末忙しいんかなり。ええんけん、おいいぞ。なんでな、何がそんなに良かった。パオじゃねえわ。あーなんかもううちに行ってる気分になるわ俺これ。あー早くやなーってタバコ吸いに行こうかなーっていうぐらい。何しまめるわ、いかんやろ。おい、俺訴えられねえ、大丈夫なんこれ。著作権あるんじゃないこれ。宣伝してるし、そうよな、俺ええ店って言おるよな。別にけなしとるわけじゃないし。ロックがかかったんだが、あっつでは飛ばんのかこれ。スーってこうバーとかじゃないんか。ていうか俺お得意さんやけん、逆に言ったら。亀の実、ちょっと亀の実。YouTube に誰か吹き付けパオで実践しようやつがおらんのか、蜂の日に。コーヒーの宣伝も入った。コーヒーレディーもいます。ジャグラーガールズだ。待てこれお前、ジャグラーガールズじゃねえか。めちゃめちゃある。凱旋もある。凱旋コーラーだ。トイレ前はパオ。誰が歌うんだろう。違うんだよな。あ、オキドキがある初代の。懐かしいこれ。俺が生きよった頃。トイレ前行ってくれお前ら。オキドキがあんだわ。これ20代ぐらいあった頃じゃろう。相当名のある名はないやろ。テクノじゃないよな。いやテクノなんかな。こんなん長ないもん。もう開いたらすぐ来よったもん、俺の、あの、
最高テンションのは。キスケスーパーキスケパオスーパーキスケパオキスケスーパーキスケパオスーパーキスケパオキスケスーパーキスケパオダウンロードだけできんやろこんなスーパーキスケパオしかも別にそんなに紹介してないしこれ中この漫画コーナーでリゼロを読んだんもいい思い出だ。これほんとにかこれそんぐらいから激しくなる。本当か。漫画コーナーずっと行ったら注意されるの。いや、されたことはないな。ワンチャンス。パオ。ティ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 が聞けるんやったら俺はやるぞ。とりあえず俺はスロットコーナーに戻る。探しながらスイカゲームやってみる。確かに。スイカゲームの音量きっとったるわ。スーパーキスケパオ、キスケスーパーキスケパオ、スーパーキスケパオ、キスケスーパーキスケパオ、スーパーキスケ、スーパーキスケ。